タイガーファンディング、新しい未来をつかみ取れ。僕はこの究極の極意腹筋割っていうチャンネルで、チャンネルをそのチャンネル名で動画を上げて、はい、ある程度再生されるんだったら売れると思いますよ、はい、なので通常投稿に僕は力を入れた方がいいと思いますね、はい、そのトゥルビューとかそのステップメールとかじゃなくていいんじゃないかなと思います。ちょっとこう一つずっと引っかかってることもあって、はい、まあこう思いもこう強く持たれてると思いますし、そのお話も流暢にされるんですけど、志願者から令和の虎へと成り上がる株式会社 SGGK グループインターナショナル代表ジョー・ハヤト、家庭で味わえる本格牛タンを武器に完全オールを達成。 YouTube チャンネル開設などおうちでマジ牛タンの勢いは止まらない。牛タン界の独眼竜が志願者のプランを切りさばき新境地へと攻め込む。こうずっとやられてきて、今使えるお金が100万円しかないっていうのがすごい引っかかるんですね、はい、こんなにこうたくさんやられて、はい、たくさん稼いできてるけど、はい、100万円しか今手元にないっていうのがすごくちょっとこう、はい、引っかかるというか、はい、それがちょっとなぜかなっていうのがちょっと思ってるんですけど、はい、それはどうですか、どうですかというか、はい、先ほどもね、いろいろ投資とかこうされてきたってさっきおっしゃってたんですけども、はいはい、もちろん投資もしてきましたし、うん、一番はやっぱりその自分の最終的なゴールを決めてなかったので、まあ、上がったら上がった分で、まあ、使うっていうのもありまして、あと結構自分で成長欲じゃないですけど、まあ、本当に結構高いセミナーだとか、まあ、ネットだとあったりするんです。1回300万円のコンサルだとか、でもどんなもんなんだろうって、そういうのに結構上がったら使っちゃ知りに行く、知りたいっていうのが結構あったので、まあ、そのやっぱり計画のそこの時は、今思うと計画性のなさが結局その100万円しか手元にないっていう自分の結果だなと思ってます。なので、まあ、ないのにって言われるとそれまでなんですけど、決して自分で言うのもあれなんですけど、実力がなくてこの数字じゃないんですっていうのがすごい、まあでも結果なので、結果を見ろって言われたらそれまでなんですが、自己投資とか、まあ、セミナーだったりとかっていうお金の使い先をおっしゃってたんですけど、はい、ここに書いてないもので、はい、数々のいろんなこう事業とか他にも失敗したりとかしてます。はい、はい、してます。なんかいくつか教えてもらってもいいですか。前のこととかでも前のことって大変ですけど、はいはい、以前のことで、はい、実際ネットビジネスやる前に、ネットで通してやる前に、やっぱり全然ただの格闘家がビジネスを始めたので、最初おにぎり屋さんが全然流行ってない時に、弟たちおにぎり屋さんをやろうと思ったんですね。でそれもうまくいきだした頃に店頭で立ってくれた女の子がいて、結局その女の子目当てで皆さん買ってくれてたみたいなんですけど、まあその女の方から子が辞めちゃったら、もうやっぱりそのおにぎり屋さんがダメになっちゃうとか、あと結構その時も若かったので売り上げ上がればいいなって思うことで、今だとそのデリバリーキャバクラっていうんですかね、まあ簡単に言うと出会いができるキャバクラみたいのを結構名前がない時からやろうとしたんですけど、主体でやってた後輩がメインの女の子とできちゃって頓挫しちゃうだとか、あとまあちょっとここ 3年ぐらいで自分がうまくいかせてなかったのが、いかせれなかったのが、どっちかというと成功系というか、マインドチック、マインドを変えることで、まあ、簡単に自分の成功が手に入れれるよって、それは僕がずっと格闘家としてトレーニングやってきて、まあ、勝つためのことだとか、勝つための考え方っていうのを、その結構自信がないだとか、よく自己肯定感とか言うんですけど、低いというかなかなか持てない方にちょっとアドバイスするっていうビジネスを立ち上げようとしてたんですけど、それもやっぱりなかなかその競合がちゃんといますし、たくさんいますね、はい、もう本当に成功系はたくさんいますし、だからといって僕が出せるそのカードっていうのが、その格闘家でこうだったとか、ちょっとビジネスやった時にこうだったっていうしかなかったので、やっぱり勝てなかったですね。まあそういう失敗を、まあ本当にたくさんしました。これまでの事業における失敗を振り返りながらも、自分のマインドを変えれば成功すると熱意を示す。いよいよ最終決断、一体どうなる。今まででうまくいったのはもうこれだけっていう感じですかね、ビジネスとしては。はい、じゃあもうこれに全力改めて捧げようってことですね。そうですね、もうやっぱり考えた時、僕ができること、僕が例えば同じ40代50代の男性に価値定義できるってことって、やっぱり肉体のことですし、やり方としても先ほどお話しさせていただいたように、俺も頑張るから皆さんも頑張ってくれっていう
形でしかないので、やはりここに原点に戻ってきて、もう一回肉体改造をやろうと思う。でもね、肉体変えることでやっぱり人生もっと変えれるよっていうことを僕はもう伝えたいなと思って、だからもうこれしかないです。やっぱりなんか令和の虎の視聴者さんが多分ちょうどターゲットになるような企画じゃないですか今回、はい、どれぐらい売れるんですかね。あ、出た。でも難しいですかね。あとちょっと余分なことだと思うんですけど、さっきジョー社長が、この時期にこれだけ成功してきたのになんで今お金がないんですかってたまにこれありますよね、質問として。僕はあえて反論したいんですけど、そういう人いっぱいいますよって。はい。で、逆に言えばそういう人でなければここに座ってませんよねっていうのは言いたいし、多分皆さんね、ここに座ってらっしゃる社長方々って、まあ、ちょっと語弊があるかもわかりませんけど、そんなに大きな失敗をせずに皆さん、割とこう、来られた方なんで、不思議でたまらないかもわかんないですけど、僕は何度も自分の会社を潰しかけてるので、あえて言わせていただくと、そんな成功が一時あっても、彼がちゃんと正直に言ったように、ダメな時代があって、今100万円しかないのは、そこを詰めるのは、僕は間違ってると思う。うん、詰めてたんですか。詰めてるようには見えなかったんですけど、そのどういった過程でそういう状態になってしまったのかっていうのが、我々がお金出す出さないにも関わってくるっていう質問に見えました。まあ、トムハッピーはそう見えたんならそれでいいと思います。別に詰めてました。僕はいや、岩井さんそうやって、はい、僕をまあ、言われても仕方がないんだけど、ただなんか詰めてるようには見えなかったですね。僕別にね、トムハッピーちょっと待ってください。僕、ジョー社長を責めてるつもり全然なくて、はい、はい、ただ、やっぱり、志願者の方のことを思ったときに、その質問って、ジョー社長だけじゃなくて、今までもあったと思うんですけども、でも、やっぱり、世の中にありますよってことが言いたいだけです。分かってください。うん、そんなに珍しいことじゃないんですよ、そんな原点になるようなことじゃないんですよってことを視聴者の方に伝えたいっていう、はい、とかですよね。あんまりややこしくしたくないです。はい、わかりました。黙ります。でも僕も似たような質問を先にね、させていただきましたけど、はい、まあ、好感度高かったですよ。正直に、車とか時計とか使ったとかね、それで事業に投資してうまくいかなかったっていうのは、僕はすごい、はい、僕の質問は別に大丈夫でした。はい、だから、ジョー社長がもう一回行きましたからね、そこでね、まあまあさっきのでよかったんじゃないと僕は思って。もう一回行きたい、ね。今のこのやり取り使わないでいいからね。使った方がいいじゃないですか。行きましょうよ。トモハッピーがこうやって言われるの、俺嫌ですよ、もう。だからトモハッピー部分カットすればいいんじゃないですか。僕本当に、ジョー社長を詰めるつもりで言ってないんですわ。本当に。それ分かってくださいよ。なんか、何ですかね。でもそこでトモハッピーに、バッて僕が言われちゃうと、また、申し訳ないけども、炎上のきっかけです、これ。それはそれで、僕とジョーさんとのやり取りだからいいじゃないですか、それは。いや、とりあえずこの場では、これ以上は黙ろうと思います。それはなんかいろんな価値観とか見解の違いがあると思うんで、僕が、出過ぎたんだったら、それはすいません。なんか毎回こうなるのかなと思っちゃうんですね、僕。本当にお問い合わせの時もそうですけど、はい、うん、いや、僕は僕なりに主催の立場でずっとお話を聞いていて、やっぱり彼ね、松下さんもここに座ってるからこそ言えないこともあるんだろうけれども、やっぱり僕の経験からしてこういうこともありますよってことを、どうしても余分なことかも分かりませんけど言いたくなるんですよ、はい、でそれに対してトモハッピーが、いや、ジョー社長はそんなつもりで言ったんじゃないんじゃないですかって僕に向かって来られちゃうと、ここの場面が使われるんだったらもう僕はこういうこと言えなくなるんですよ。いや、演出だとかいつも言われますよね、トモハッピーは。僕はっきり言っておきますね、あんまり演出やりたくないですよ。はい、ガチンコなんですよ、この番組は。はい、なんで演出ばっかり考えてそうやって言ってこられるんだったら、僕は一回止めたいと思います。演出というか、
絵になるガチンコだと思いました僕は。だからそうやって絵になるっていう風に言われても、僕はもう一回言っときますけど、この令和の虎をガチンコでやりたいんですよ。はい、本当に。だから演出ばっかり考えるの嫌なんですよ。また志願者は置き去りになってるけど、あの喋ってもいいんですか、これはこの流れは話してもいいですか、それか後で、あの後でにしましょう、もう、はい、本当に一回いいと思います。それでは、はい、もうずっとここのところを僕はそれを感じてます、トモハッピーに。はいはい、あの演出でこうやった方がいいんじゃないかっていうのがもろに見えるんです。でももっぺんだけ言わせてください、僕そんなに演出考えてやってません。この番組ずっとガチンコでやってきたつもりなんですよ。はいはい、知ってます。そのガチンコの種類、それは本当に分かってほしいんです。あのガチンコの種類が違う人が含まれてくるっていうのはそんなにおかしいことだと僕は思えないんで、あの僕がちょっと出過ぎた場合はこれからも止めていただいて申し訳ないです。それは本当にこれ以上トモハッピーと僕の中のやり取りも今日やめましょう。はい、はい、でもう一回だけジョーさん、あジョー社長ね、あの僕の経験で言うと本当にあのそういうことって大にしてあるんですよ。それがいいとは言いませんよ。でもなんか僕はやっぱりその質問はなんか志願者松下さんは一生懸命多分これに答えられたと思うし、それが好印象に林社長にも移ったと思うんだけれども、なんかそれはなんか違う気がするんですよね、質問としてどうしても。はい、でも もしそれでお金があったら、はい、きっとここに座ってないし、まあ、ね、ね、あの こんなに長くやってこられた、もしくはこんなに一時成功されたのに今お金がないのはなんでですかっていう質問は、そらね、公に人に言えないいろんなことだって彼にもあったろうし僕にもあったし、みんながみんな順風満帆に会社やってるわけじゃないので、失敗することだってあって、でここしかないと思って この人来たっていうのが僕には伝わってきてるので、あのその上に立ってその質問っていうのは僕は違うのかなってやっぱり思っちゃうんですよね。あのちゃんとすごいありがとうございます。いえ、あの言われる覚悟というか、あの結果で生きようと自分で思ってるので、やはり結果のことを突っ込まれるというか、なんで結果出てないんだよって言われるのは重々あの分かってきたので、はい、それでそこまであの調査長にあの納得できるような回答ができたのかは分からないですけど、本当にただ未熟だったなと、その計画性のなさっていうのもあって、本当に今の結果しかないです。だからこそまあここに来させていただいたんですけど、あなんか全然そういうなんかこう重苦しい感じじゃなくて、はい、そのネガティブな質問じゃなくて、はい、あの僕ちょっとさっき質問して思ったのは、あなんか実直でかっこいいしいい人だなと思ったので、僕200万円だけあの出します。はい、うん、はい、多分ネガティブに考えたのはやっぱり自分で、違います、はい、違います、僕も多分一緒に勝手に捉えてたと思うんですよ。あのそれは、ね、やっぱり突っ込まれたくないなって正直思ってました。うん、うん、でもそれをなんかこうなんていうかこうなんかこう納得いくというか、そのストレートな回答で返ってきたのがあのすごいこうすがすがしいというか、はい、あの嬉しかったですね。はい、でそういう形の雰囲気というか空気になってしまった、はい、僕はそういう空気を出してしまったのかもしれないですけど、そのすみません、とんでもないです、とんでもないです、すみません、僕がいらんこと言いました、僕も出します、ありがとうございます。すごいなんかこうダメ人間な感じの匂いと、あとはこのしっかりとしたビジネスプランの説明と、はい、なんかこう両面が持ってる人、あの、はい、うちの弊社の Hey グループのですね、はい、あの三大理念に真面目にふざけるっていうのがあるんですけど、はい、多分一緒に飲んでもすごい楽しそうだなって思いますし、はい、なんかやっぱり格闘技をやられてきたこの実績とか、あの2億円の売り上げを出した実績とか含めて、なんか人間的にもちょっと僕はちょっと若干ギャンブルっぽく出します、はい、ギャンブル臭がするんで、はいって感じで、はい、はい、ありがとうございます。だいぶ時間も経ちました。今ですね、途中段階で竹之内社長から200万円まずは出ました。
から上社長からも200万円出て、桑田社長から100万円出て、今合計500万円になってるんですけれども、一旦、全出しルールっていうのが今もこれからも、生き続けます、この段階まで来て自分だけで1000万円ですね、全部出したいという方がいらっしゃれば、ここで表明をしていただきたいですが、まあ、今出していただいている方も含めてですよ、いらっしゃいますか？いらっしゃいましたら表明してください。はい、すいません、ちょっと条件付きですけども、はい、1000万出したいと思います。株式会社ティズインベストメント会長竹之内幸宏、リラクゼーションサロンリラクルを創業。わずか7年で直営600店舗まで拡大し、飲食店、EC サイト、セラピストマッチングアプリ、ホググなど数多の事業をたった2年で立ち上げる。リラクゼーションの虎は癒しの力でタイガーファンディングの流れをどう変えるのか。で、この条件付きで無理だって言うんであれば申し訳ないんですけど、僕は降りて他の方に聞いていただけたらというんですが、先ほど4月までにこの目標の売上を達成すると言われてたので、そこまでの経費ってまあそこまでかからないと思うんですよね、でその分の広告費とか、もちろん原材料費は出します、でその上でそれを達成できたら残りの、例えばそれまでに300万使ったんであれば、残り700万をその上で出すという形で良ければ、この1000万条件付きですが出します、というところなんですけど、松下さん、今竹之内社長がおっしゃったことは理解はできましたか？ここ冷静になりましょうね、その条件を、自分が消化した上で竹之内社長から、他の社長からはもう出ませんよ、竹之内社長から全額の1000万円を受け取るという条件付きオールに、自分が納得ができれば、この後も聞きますけど他の方には、一旦これでオールになりますが、いかがでしょうか？お願いします。やります。ありがとうございます。よろしいですか？さあ、では他の4人の社長方々、一人出しルールというのはありますので、今条件付きでしたけれども、これまた条件がついたのでまたちょっとややこしく なりはしましたけども、でも多分ご理解はいただいてますよね。これで、じゃあ、ルールブックでちゃんと伝えますけれども、乗っかりはなしになって、自分自身が、僕も自分で全額出したいよっていう方がいらっしゃれば、この時点で表明をしていただきたいということなんですけども、他の方、ご自身で1000万円という方はいらっしゃいますか？いらっしゃいませんね、じゃあ。はい。では、ちょっと順番に聞いてきますけれども、特にですね、出していただいた方も含めて、竹野社長のこの全額、お一人での、出資ということも感想も含めて、ちょっとトモハッピーから順番に言っていただいていいですか？はい、僕はすごい迷ってました、最後まで、好きなこと得意なことをこうしっかり形にして打ち込もうとしてるんで、いいなっていう要素と、今まで、経営力商売力かける現役時代からまだそんなに経ってなくてファンが多かったっていうところの掛け算もあったと思うんで、桑田社長がおっしゃったようにちょっとギャンブル性はあるのかなと思って迷ってました。でも魅力は感じました。頑張ってください。ありがとうございます。はい、この社長も100万円出していただきましたけれども、結果こうなりました、いかがでしょうか？いや、素晴らしい条件付きでオファー出していただいたと思うんで、もう全部竹之内社長に出してもらって、で成功させてほしいなと思います。僕もプロテイン買ってみます。上社長どうぞ。なんかちょっと偏屈な質問してたの。いやいや、すみません。ただ本当応援してます、本当に、ストレートな回答が返ってきたのがすごいビシッとこう育って、気持ちだったんですけど、竹之内社長かと。いや、ありがとうございます。はい、頑張ってください。はい、はい、社長、僕もいろんな事業をやって、やっぱりこれだったなって思うことはあって、そういうパターンすごくあると思うんで、そこに戻られるのすごくいいと思うんですけど、その時に当たった時と今の時代ではちょっと違うような気がしてて、そこがやっぱ気になって僕は出さないかなと思いました、なので竹之内社長に託すって感じですね。ありがとうございます。では最後に、竹之内社長、条件付きではありますけれども、本当にお一人でね、1000万円という大金を積んでいただいた真意をぜひ
はい、はい、まず僕はあまり情に流されるタイプではないです。本当にスモールスタートをある程度今成功されてるっていうことと、まあ、条件をつけましたけれども、それを必ず達成するっていう意気込みで、達成されなかった時はお金が出ないんだっていうものに対しても、まあ、受け入れてくださったっていうところは本当にありがたいですし、で、まあ、お金の条件じゃないんですけれども、もう一つやっぱり条件として加えたいのは、1ヶ月で腹筋割ってほしいですよね。いいすねとりあえず割ってほしいっていう、確かに、うん、その条件だったら、そうですか。体重も落として、はい、で、まあ、それが本当にできるんだったらいいと思うんですよね。で、なんなら僕の腹筋も落としてほしい。あ、もちろんやらせていただきますですよね。だから1ヶ月で僕かなりダボダボなんですけど、まあ、これが落とせたら本当に僕もずっと付き合っていけますし、はい、自分の得にもなるから、1000万でもしかしたらモテるかもしれないんだったら、あ、ごめんなさい、結婚してるんであまりあれですけどいいのかなって思ったので、はい、はい、ありがとうございました。じゃあ改めまして、条件付きですけれども、竹内社長から全額の1000万円の投資がありました、この段階であなたの希望金額に達しましたので、今回はオールです。おめでとうございます。一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。試合のつもりで臨んだんですけど、もうすぐ試合より緊張しましたあと、さっき社長からギャンブルって言われたんですけど、ギャンブルじゃないじゃん、全然硬かったじゃんって言わせるようにやりたいと思いますので。いいですね、はい、すごいね皆さん、城田町もトマピさんも出していただける200万も先ほど出していただいて、本当に、まあ、嬉しかったです。本当にありがとうございました。1000万円一人出し、竹之内の男気で条件付きながら見事オールを達成した。途中逆風が吹いた場面もあったが、男は一歩も引かず、その熱意が虎の心を動かした。新しい未来をつかむため、男は挑み続ける。その挑戦は続報を待て。